ユライア・ミルトン・ローズはアメリカ合衆国アーカンソー州の影響力あった弁護士である。ローズは1834年3月5日にアーカンソー州ブラッドフォーズビルで生まれ、5歳でラテン語を学び、その父が死んだ1849年までに優れた教育を受けた。ローズが17歳の時に弁護士の RH ラウンドツリーがローズを軍事無関補として雇い。 ローズはその間にトランシルバニア大学の夜間で学んだ。1853年に大学を卒業すると、ベーツビルで義理の兄と共同経営を始めた。1860年、プラスキ軍の初期官に任命され、これを北軍が州都を占領するまで続けた。ローズはアメリカ合衆国からの脱退には反対したが、南北戦争を通じてアーカンソー州には忠誠を尽くした。 1865年にリトルロックに移転し、アーカンソー州の元首席判事だったジョージ・シー・ワトキンスが主催する法律会社に入った。この会社は現在、ローズの名を冠したローズ法律会社となっている。2年後にアーカンソーリポートのダイジェストを出版した。ローズは法律、科学及び文学を学んだ者としてドイツ語が読め、フランス語流暢に話すことができた。 また大衆を前に演説する者としても注目された。その蔵書には様々な言語による8000冊以上の本があった。1891年、アーカンソー州憲法を出版し注目された。アーカンソー州法廷弁護士協会の影響力ある会員となり、1899年から1900年にはその会長を務めた。アメリカ法廷弁護士協会の創立会員となり、 1901年から1902年には、その会長も務めた。セオドアル・ウズベルト大統領が1907年に、デンハーグで開催された第二次万国平和会議の大議員に、ローズを指名した。ローズは1913年8月12日に、アーカンソー州、リトルロックの自宅で死んだ。1917年、 アーカンソー州はアメリカ合衆国議会議児童の国立彫像ホールコレクションにクラークの大理石像を州の二つの彫像の一つとして寄贈した。1944年アメリカ合衆国立ティ船 SS ユライア・エムローズが浸水した。この船は1972年に廃船になった。ありがとうございます。